何やら韓国が航空保管権利を頑張っているみたいだね。らしいな。でもいろいろと問題もあるみたいだぜ。その問題の中には韓国ならではのものもあるみたいだけどね。あの国と日本はとことん価値観が合わないからな。考え方が根本的に違うもんね。ほんとだね。そんなこんなで今回は、韓国海軍が邁進している国産航空母艦建造についてと、それを計画する韓国企業について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今年2021年6月28日には、韓国海軍で最大の規模を誇る独特急強襲揚陸艦2番艦の、マラとの就役式が挙行されていて、1番艦独特からは実24年もの歳月を経過後した後の同艦に注目が集まっているよ。マラとは基準排水量1万4500トン、満載排水量1万9300トン、全長 199.4 メートル、全幅 31.4 メートル。水力 10.6 メートル、最大速力20ノット、航続距離が12ノットの巡航時で約1万海里とされているな。ちなみに海上自衛隊の最大規模の艦艇、出雲型は、基準排水量1万9500トン、満載排水量2万6000トン、全長248メートル、全幅38メートル、喫水73メートル、最大速力30ノットとなっており、一回り以上は確実に独特級よりも大きいよ。海上自衛隊の大隅型輸送艦は、基準排水量8900トン、満載排水量1万4300トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、喫水 6.0 メートル、最大速力22ノットであり、むしろ独特級は規模艦ではこちらに近いかもしれないね。これらの海上自衛隊の出雲型、大隅型、そして韓国の独特級の3種類ともに、全通式の飛行甲板を備えていることから、外観上からはよく似た航空母艦的な艦艇に一見すると映るが、航空機の運用には差があるんだ。出雲型の2隻ももともとはヘリコプター搭載型の護衛艦として建造されたが、みんなも知っているように短距離離陸垂直着陸が可能な F-35 ライトニング2B 型を、つまり固定翼機の戦闘機を搭載できるよう改修工事が的に進められているぜ。うん、その最大の回収ポイントは、艦載機がヘリコプターである場合に比べて、F-35 ライトニング 2B 型を離着艦させる際に、その機関部から吹き出される高温の排熱に飛行甲板を頼る加工を施す回収工事にあると言えるね。これが実施される出雲型は、F-35 ライトニング 2B 型の艦載機運用能力を獲得するため、航空母艦化が実現するわけだけど、独特級はこの飛行甲板の耐熱加工は物理的技術的にも困難と見られ、そもそも前提にかなり無理があるんだ。韓国の技術力じゃ実現するのは難しいのに、なんで身の丈に合わないことをしようとするのかな。それが韓国っていう国だからな、何かと日本に対抗したがるもんだ。そうなんだよね。主として日本への強烈な対抗心、敵外心を燃やす韓国のナショナリストたちが、独特級の航空母艦化、それに伴う F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化をネット上などで主張していたようだけど、そもそもの艦艇の素地に相違が大きいんだ。さらに言えば、全長で248メートルの出雲型であっても、十分に F-35 ライトニング 2B 型の離着艦のスペースを確保するためには、スクエアな艦首部分への形状変更が必要とされていて、全長が200メートル以下の独特級では小型に過ぎるんだよね。ただし航空母艦化が不可能と考えられることが、独特級の艦としての存在を否定するものにはならず、強襲揚陸艦としてアメリカ軍の大型エアクション艇と同様の能力を有する LSS-2 型エアクション型揚陸艇を2隻収容できるらしいぜ。また独特級の飛行甲板上では5カ所同時でのヘリコプターの離着陸も可能で、各種のヘリコプターを最大で10機以上、2機装備されたエレベーターで格納庫への収納も可能としているから、ヘリでの航空揚陸能力も高いって話だ。そうそう。このため強襲揚陸艦として独特級を見た場合、その用途を満たす機能は十二分に備えており、いわば全く艦種の異なる航空母艦とこれらを対比することは、軍事的に見た場合には何ら意味をなさないと言えるんだよね。強襲揚陸艦と航空母艦を比べるなんて、種目の違う競技で優劣をつけるようなものだよね。例えばアメリカ海軍のワスプ級やアメリカ級といった満載排水量4万トン超級の大型の強襲揚陸艦であれば、
その大きさゆえに F-35 ライトニング 2B 型を最大で20機前後運用することも視野に入れているが、それらと同一視はできないんだ。ただし独渡急強襲揚陸艦は、その設計に際してイギリス海軍のかつてのインビンシブル級軽空母を手掛けた同国の BISEMA 社が参画しており、その意味においては航空母艦の建造ノウハウが反映されていることは否定できないらしい。ことに2020年以降は現在の文政権が韓国初の軽空母建造計画を前面に押し出してきており、今回のマヤドの建造で得たノウハウをさらに発展させて、3万トン供給とも言われる国産軽空母の実現を推進しているらしいぜ。みたいだね。現在韓国が進めている軽空母建造計画は CVX 計画と呼称されていて、初動の軽空母の概念の設計については韓国一の造船企業ヒュンダイ重工業が受注を獲得。次には具体的な軽空母の基本の設計がコンペティションで競われる模様なんだって。このコンペティションには、先のヒュンダイ重工業とテウ造船海洋の2社が参加を表明しており、前者がイギリスのバブコックインターナショナル社、後者がイタリアのフィンカンティエリ社の支援を仰いで受注を争っているらしいよ。イタリアのフィンカンティエリ社は、現在イタリア海軍で建造途中である強襲揚陸艦トリエステを手掛けている企業であり、これと同様に航空母艦というよりは強襲揚陸艦的な外観の艦艇をテウ造船海洋案として定義しているって話だな。イタリア海軍の強襲揚陸艦トリエステは、基準排水量25,816トン、満載排水量32,306トン、全長245メートル、全幅47メートルで、最大速力25ノット、航続距離が62ノットの巡航時で約7000海里とされているぜ。この強襲揚陸艦トリエステでは艦首部分にスキージャンプ式の発艦装置を備えているけど、韓国海軍向けのテウ造船海洋案ではこれは省略されていて、また満載排水量も4万5000トンを超過している模様で航空機の収容力も当然増加しているのだろうね。これに対してヒュンダイ重工業とブコックインターナショナル社の案では、スキージャンプ方式の艦首部に加えてアングルドデッキが採用された航空母艦前とした外観を持ち、イギリス海軍のクイーンエリザベスを放出とさせるものだぜ。ここで紹介したヒュンダイ重工業とテウ造船海洋の軽空母案は、2021年6月に韓国の釜山で実施された海軍用の兵器の展示会 MADEX2021 等で公表されたものであり、最終的なコンペティション用の仕様とは異なる可能性も大きいよ。ただ総じて見た場合、それぞれの案は供用先の最新の代表作、つまりヒュンダイ重工業とバブコックインターナショナル社はクイーンエリザベス、テウ造船海洋とインカンテーリ社は、トリエステを念頭に置いたものだと感じられるね。くしくも新型コロナウイルスのデルタ株の蔓延を理由にクイーンエリザベスの釜山寄港を直前で回避した韓国政府の判断が、北朝鮮や中国へ政治的に配慮したものとも噂される中、どちらの案が採用されるのかはまだ不明とのことだ。まあ、強襲揚陸艦としては独渡級を2隻保有した韓国にとっては、軽空母と銘打つからには航空母艦前としたヒュンダイ重工業案に傾く可能性の方が高いのではないかと思うけどな。韓国は中国以上に日本に対抗意識を持っているし、どの分野においても日本に遅れを取ることは我慢ならないんだろうな。対抗意識を持つのを一概に悪いとは言わないが、韓国の場合はいちいち鼻につく言動が目立つからな。まあそれは韓国っていう国柄も影響しているからね。悲しいことだけど、早々日本への嫌悪感は拭えないんだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。